薬物アレルギーとは薬によって生じるアレルギーの総称であり、抗菌薬や解熱剤などの医薬品により生じやすい。一般に、医薬品は低分子のものが多いため、それ自体が抗原とはならず、生体内のタンパク質などの抗分子と結合することにより、抗原性を有するアレルゲンとなる。理論的には2回目以降の投与の際に発現し、投与量に関係なく、 その症状は薬の薬理作用と関係なく、その薬の気候薬で症状は緩和されない。また、薬物アレルギーを起こしやすい個体でのみ発生する。抗菌薬の初回投与の際にアレルギーが発現する場合があるが、これはその抗菌薬の残留した食品の摂取あるいは化学構造の類似した薬物の投与が原因であると考えられている。 薬物の副作用のうち6から10%がアレルギーによるものであると言われている。薬物過敏症とは免疫学的な機構によるアレルギー反応と偽アレルギー反応によるものの2種類が知られている。代表的な偽アレルギー反応を引き起こす薬物としては造影剤や抗炎症薬などが知られている。アレルギー性と 偽アレルギー性ではマネジメントが異なることが知られている。望ましくない反応を全て副作用と定義しているので副作用のメカニズムは様々である。これらの反応はほとんどはアレルギーによるものではないが、一般には区別されず薬物アレルギーありと報告されることが多い。アセトアミノフェンによる肝障害やリドカインによる痙攣などは過料投与によって起こるものである。 第一世代抗ヒースタミン薬による眠気、鎮静作用は薬物の作用そのものである。抗菌薬の投与によって腸内細菌層が変化しげりが起こるのも薬物の作用である。クラリスロマイシンの投与などでテオフィリンやジゴキシンの血中濃度が増加する。バンコマイシン急速状中によるレッドマン症候群、バイドクの治療によるジャレスックヘアックスハイマー、反応などはアレルギーではない。 これらは薬物アレルギーではない。多くの患者がペニシリンアレルギーであると申告するが、大抵の場合は、そうような人でも問題なく投与できることが知られている。ウイルス性の失神や薬物アレルギーと無関係の副作用がアレルギーとされている例が多いためである。薬物アレルギーはクームスの分類に従って、I 型から f 型に分類される。I 型の場合は、 抗ヒスタミン薬やステロイドの全投与で予防することはできないので注意が必要である。I 型アレルギーの場合は、わずかな投与で重篤な症状が出るが、それ以外のアレルギーの場合は、発症頻度の頻度のおいて、投与量が多く、使用頻度が高いほどアレルギーは発症しやすいと言われている。ベータラクタム薬は、マクロライド系よりもアレルギーの頻度が高く、 薬物自体の分子構造も影響はあり、また他の薬物でアレルギーの起用があったりする、さらに発生率は高くなる。抗菌薬におけるアナフィラキシー反応、ペニシリンなどによる溶血性貧血など、高容量ペニシリンによる血性病、ヒドララジンによる薬剤性ループスなど、接触性皮膚炎など、最も重篤な薬物アレルギーである。 スティーブンス・ジョンソン症候群は、その他の免疫機構であると考えられている。ブリックテスト、非内試験、リンパ球弱弱化試験やリンパ球刺激試験といった、検査、接触性皮膚炎ならば、パッチテストといった試験はあるものの、有用性は低い。確定診断が必要な場合は、再投与を行う。しかし、基本的には、原因薬物を注視、変更するだけである。 ありがとうございます。